ですよ、はい、センター追いかけてダイビングキャッチ秋山セーブドームが沸きます。石井和久を助けました。これで3アウトになっています。1点でも取ればもう全然、流れ変わりませんね、軽く合わせていった感じ。センターの前に弾め三塁ランナーホームイン、二塁ランナーもホームイン、秋山2点タイムリーヒット6対1。うまくついていきましたね、今のなんかね。今日一打ですよ、うん、インサイドさばいてレフトに上がる、伸びた、今シーズン第2号の同点ホームラン。4月10日甲子園でイーグルス塩見から打って以来のホームラン。インサイドのボールを非常にコンパクトに強く感じたフォームでした。センターへ大きな打球、センターが下がって見送った。今シーズンの第18号のホームラン。何かあの秋山のプレーがそのまま何か中村に勢いをつけたような、そんな気がしますね。そのとおりですね、野球ってこういうもんです。センターバックスクリーンの左に飛び込んでいきます。第18号のソロホームラン。そうなったとしても、うん、右方向、ワンアウトランナーは一塁です。タッチとして最後踏み込んでいって打てましたね。あれ、いいフォームになってますね、はい、今日このフォームだったらこれ今日ちょっと期待できますね。ツーアウトランナー二塁三塁と変わります。今日の第一打席のフォームで打てるのであれば今日は期待ができるという、ね、そうですね、右方向に追っつけましたが面白いところに落ちた。2人のランナー帰ってきました。2点追加。これ入籍後初めてのタイムリーということになりました。あ、なるほど、そうですね。今日は2打数2安打、そして3本目か、3本目のヒット。炭谷の3安打というのは7月の14日以来ということになります。試合はこれから6回の裏の攻撃です。2番の秋山から初球を打ってライト前、ノーアウトで出ました。ただスタート打っていく、そのヒットエンドラン。秋山は三塁回ってくる、ホームイン、勝ち越し。ヘルマン勝ち越しのツーベース。ストレートを右に、これも入っている、長打コースだ。ホームイン、3点目が入りました。3対1。これも高め、ライトの頭上、直接フェンスに当たった。中村は二塁から三塁に4連打。浅村初球を叩く、左中間破った、三塁ランナーホームイン、二塁ランナーカーターも回ってくる。2点タイムリーが出ました。5対1。5連打。少なくとも去年までの打席は別人。ノーアウトランナーは二塁一塁。さあピンチを迎えた野上、またインコースですが外へ、宇宙海打球伸びていって、取るか、取った、飛ばして取った。ランナーを2人とも行き過ぎている、二塁へアウト、一塁もアウト。トリプルプレーだ。今年2回目ライオンズ、しかもこれは珍しいライトへの払いで、二塁ランナーも一塁ランナーも飛び出して2人ともアウト。トリプルプレーが出ました。いや、野上助かった。いやー、久保城のプレーもすごかったですね、これはもうちょっといいもの見ました。いやー、盛り上がらなくてもね、久保城のファインプレー。